もう飽きたって言うのよ。どうもオカルトコレクター田中俊樹です。どうも元火葬場職員抜けた花尾です。サザエさん行ったらもう10時間喋らなあかんぐらいで、まあ、サザエさん見てたやろ。見てたよサザエさん。でさ、あの不思議大劇場始まるからさ、はい、その視察に行ったよ俺ら、うん、あの時にあのフジテレビの1階部分の、うん、俺の大劇場の向かい側に、うん、あのサザエさんコーナーあるの。そうそう、サザエさんショップな、うん、あれおもろいな、うん、めちゃくちゃええわ。 あんまりそのサザエさんグッズってないやん。ないないない。サザエさんのタオルとか。そう、どこに売ってんねんっていう話。 あとあの船さん の、うん、あの割烹着も売ってんねん。あ、そうなの。売ってた。ちょっと欲しい。で俺家系図見てビビり上げてさ、お知らんやつおって。名前もなかったやつおったで。あれ磯野家も侍やん。なんか書いてあったな、うん、ええとこやってんな。そう、うん、いや波平双子やねんな。あ、それは知ってる。あのね、それも知らなかったよ。あとあのここの K あるやん、うん、あの K の数が違うね。なあ、キムタ、なんなあれ。それは知ってるわ。そうそう、それでちょっと気になって、うん、サザエさんもちょっと調べてきたから。あ、ほんま、うん、ちょっと聞いてほしいな。じゃあ、あのサザエさんショップで一番これ何ってやつだけ紹介するわ、うん、あのミッキーマウスのさ、こういうなんかカチューシャみたいなのこう、はい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 、あるやん、ああいうのあるやんか、うん、あれのサザエさんのこのこれがあった。あ、ええやん。いつ使う。いつ使うそれ。ええけど、いつ使う。使う時は分からない。パーティーでもちょっと分かりにくい。分かりにくいね。そう、そうなん、いや、あのサザエさんみたいな感じになる。ちょっと分かりにくいな。ちょっと欲しかった。おもろいけど、まあ、おもろいけどな。ほんで、でだからサザエさんはさ、うん、長谷川町子先生。そうですね、うん、もうねお亡くなりになられてますけどもね、もともと4コマやってんな、新聞の。あ、そうそう。で絵もね全然違う、うん、そうやねんな。うん、やし、最初の頃のサザエさんってな、うん、ちょっと配給がどうのこうのとかするの。あ、そうそう、だって戦中ちゃう。なんかそんなんやな。そうそう、戦争してた時に、ほんまにヒルポンがどうのこうのみたいな。あるあるある。なんかそんなんやな。だからだいぶ長いからね。でサザエさんはもう日本人全員知ってたみたいな。でだいたい日曜日にやってるやん、うん、日曜日だっけ。あ、アニメはさ、あ、アニメは日曜日にやってて、うん、次の日だから会社やからさ、うん、サザエさん見たら、うん、あの、あ、明日会社やみたいな。そう、あのサザエさん症候群。そうそう。でこの長谷川町子さん先生やけど、はい、この1920年に初の女性プロ漫画家としてデビューしてる、うん、そういうのあるんや。これ初めてらしいんです。すげえ、うん、でそっから、4コマ漫画になって、うんうんうん、1974年まで続くの、はあ、で全部で6477話、サザエさん。いやもう、あの不思議大学の動画もさ、うん、6477回続くかな。いや、でもこれ一人でやってるわけやで。すごいな。もうでそっからはアニメになってからはちょっと別の話にはなっていくと思うけど、あのこの6477話がこう単行本化にされたりすんねんけどな、うん、やっぱ削られてる話ってバリあって、だからヒロポンもあかんの。まあせやろな。差別表現がえぐいぐらい出てくるらしい。まあ P 入れるけど、うん、だ今は無理だけど昔 OK やった。例えば、そうそうそう、とか。そうそうそう、そういうことやね、うん、とかな。ああ、そう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 。だからこち亀とかドラえもんも多分あるんやろな。ああ、どうやろうな。もうドラえもんあるかな。でも、うん、あってもおかしくない、別にな、全然、うん、でこの中でも、うん、特にヤバい回っていうのがあるんだよ。サザエさんの、サザエさんの一番これヤバかったなっていう回があって、うん、もちろん削られてるんです、それは。でこれがサザエさん一家が、うん、食人族に会うっていう。それ何、マジであんの。あ、これマジで、うん、あの掲載されてる。食人族の会話、アニメにはなってないよもちろん。でこれは波平とサザエとカツオとワカメが経験する話で、マスオさんおれへんや。マスオさんおらんの、うん、遭難するのよ。え、遭難してなんか島にたどり着いたら、うん、食人族がおって。みんなバリ捕まんねん。そやん、マジで。 でそんな漫画やったっけ。そう、ナミヘイも貼り付けにされたり、うん、でサザエも貼り付けにされんのよ。
で、じゃあ食人族もさ、うん、村長出てきて、うん、今からクッキングしますってめっちゃ明るく言って、うん、なんか鍋を煮詰め出して、とりあえず、うん、でやばいやばいやばいってなって、サザエさんがなんか起点聞かして、うん、あのファッションとか化粧とかを食人族に教えんねん。おお。で、なんか、え、お前みたいな感じで、うん、そこの危機を脱出する。おお。で、助かるっていう話で、で、でも、助かったってなったら、うん、ワン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 って言って、うん、サザエの夢落ちやねん。あ、夢落ちなんや。夢落ちや。はははは。っていう話があんねんけど、食人族に会うっていう話もやばいよ。うんうん、プラス、うん、めちゃくちゃ差別表現出てくるの。そうなん。そう。だから、これは一番、クレイジーな回って言われてる。ああ、そう。そう。それはちょっと皆さんもぜひ、調べたらなんか出てくる？出てくる。すぐ出てくるし、うん、見るんはなかなかレアになってんねんな、多分。へえ。単行本も出てる。可能性あんねんけど、うん、まあ、初版とか何刷り目とかまで、そうそう、お姉さんか妹さんと一緒にやってんねんな、うんうん、長谷川真知子さんが、はあはあ、そっから出てるやつには載ってたらしい。じゃあ探せばあるかもしれん。じゃあその回のやつめちゃくちゃレアってこと？めちゃくちゃレアやと思う。じゃあ結構高値とかかもしれんで、そのファンの間では。もうな、なんか俺も、まあ、調べたら出てくるから見たら、うんうんうん、もうえぐいぐらいのもう絶対あかんやんっていう表現で出た。そうなん。気になるそれ。そうやねん。それでな、うん、これがやっぱり後々噂になって、うん、都市伝説に発展していく。有名なのは、うん、最終回。有名なのがカツオが福引きでハワイ旅行当てんね、うん、でハワイ旅行当てて、うん、あのサザエとカツオとワカメで、うん、ハワイ旅行に行くね、うん。じゃあ飛行機墜落します。どんなやん。墜落して。それぞれ、うん、サザエさんはサザエになって、うん、カツオはほんまの魚のカツオになって、ああなるほど、あワカメはほんまのワカメになって、うん、みんな海に帰っていくっていう最終回、うん、ああなるほど。これめっちゃ有名なんや、はあ、あのこういう最終回あるじゃん、うんうん、でもな2つ目の最終回があって、うん、それ都市伝説で、これ都市伝説、まあ、言ったら作ったやつやな。そうそう、都市伝説というかまことしやかに噂されてる、うん、まあドラえもんもあるもんな、そういう最終回、うん、でも俺この二つ目知らんかったけど、二、うん、つ目最悪やで。何？あのな、二つ目な、うん、カツオ、うん、少年院行く。なんでやねん。で、ワカメ売春してる。なんでやねん。船不倫。なんでな。で、波平、うん、心筋梗塞で死にます。何やねんそれ。何やねんそれ。もうネタやんそれ。タラちゃん事故死。いや、もう一番悲しい。マスオさんノイローゼ、うん、そりゃそうなるわ。そりゃマスオさんもな。サザエさんはキッチンドランカーになんねん。キッチンドランカーって何？あの主婦女性の人が、はい、あの家事しながら、うん、クイッて酒飲むねって、うん、でそれが慣れてもて、うん、アルコール依存症になる。でそんなるわ。そんなんなったら、うん、最悪な最終回、うん、それで終わんねん。いや、あの何やろな、それまあまあネタやなって感じなんやけど、うん、でもそれにしても食人族も大概やな。大概。それでな、そっちマジやもんな。でもな、これなんでこんな噂が出るかっていう、うんうん、原因というか、うん、出そうやなっていう話があって、うんうん、長谷川真知子先生がさ、うん、あのサザエさん書いてて、うん、もう飽きたっていうの。あのその6000以上やってるしな。そう、うん、こんなな、うん、ヒューマンドラマ子供に何の害もない。いや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 、食人族出してるやん。こんななんかただの日常。いや、だから食人族出したんかな。多分それやと思うね。ああ、もう嫌やったんや。ストレスちゃうから。ああ、ほんまにもう無理みたいなことをほんまに言うててんて。へえ。しんどい、こんななんかもう刺激ない展開ばっかりみたいな。だからこそで幸せな家族やん、うん、だからこそ最終回もし長谷川さんが書いてたら、うん、どん底の不幸になってたんちゃうかっていう、あ、そのことを知ってるファンからしたら。そう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 。へえ。長谷川真知子先生はもちろん悩んでたところはあるし、うん、まあ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 、そうなんや、うん、だからなんかその反動で意地悪ばあさんっていうのを書いたっていう、うん、ああはい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 、そうなんや、うん、っていうね、こうサザエさんのやべえ話だよ。やべえ話だよ、ね。まあ、それちょっと見るわ、僕も調べるわ、うん、面白いわ。だから不思議大劇場来られた方とかね、うん、もう寄ってみたら、うん、あ、そうそう、サザエさんショップありますからね、うん、ぜひあのご覧ください、ええ、それでは本日もご視聴ありがとうございました。どうも。
ーカルのゴルビタザラカトシュウキです。どうも、元笠場職員の池田花尾です。不思議大劇場ここで始まりますね。えゲゲゲここで始まりますから。あ、はい、はい、皆さんにここに来ていただいて皆さんにここに来ていただいて、はい、不思議大百科とはちょっと違った、お一面が見れるかもしれない。より濃い不思議大百科が見れるんだよ。あ、そうか、ピークの不思議大百科が見れるか。そうですね、はい、あの限定のオリジナル商品と、あとはスペシャルゲストとかも、はい、もう考えてます。フジテレビ本社の1階での劇場をこちらでさせていただきますので、はい、皆さんどうぞよろしくお願いします。支配人の田中俊之と副支配人の下田花尾でした。よろしくお願いします。お願いします。